悩みます。え、いいよ。はい。どうも、ボロタンです。こんにちは。あ、こんばんは。丸の内です。丸の内。お久しぶりです。はい、はい。こんばんは。いや、ってことで。うん。マジで超久々だね。いや、めちゃめちゃ。ありがとうございました、さっき一緒に。いや。ちょっとどういう感情でいたらいいかわかんないですけど。気まずいね。大会ということで、はい、変わってないの相変わらず。変わってない。いや、若いね、やっぱり。いやってことで、ちょっとさっき、はい、レイナさんのお仕事で、うん、ちょっとアテンドしてもらってね。いや、ありがとうございました。で、まあ、いっかと思って出て、それいろいろ話して、じゃあ動画撮ろうよと思って今ありがとうございます。待って、ちょっと俺すげえいろんな感情で、ちょっと言葉にできないんだけど、このさ、で、ここね、はい、ここで飯食ってたもん。やばいよ。いや、この画角に映るのもめちゃめちゃ。いや、本当になんかすげえちょっとしっくりくるな、やっぱり。やっぱなんかこうなんかやりやすい。やりやすさがすごいな。私 YouTube に出るのもう何年ぶりとかだと思う。まあそうだね。うん、はい。と、家変わったっていうんで。あ、全部映していいの？いいよ、全部映しても。これえ？だいぶ変わったね。テーブルもなんか木もいい感じになって。こう外映していいんだ。いいよ。あ、もう引っ越すんだ。シンガポールに行くのも。うわ、マジか。シンガポール行っちゃうんだ。そう、プロと行かなかったシンガポール。いや、まあコロナでね。え、そうな。いろんな理由がきっかけで行くはずだった未来がなくなりましたと。はい。で、シンガポール行くと。うわ、だけど、ここにさ、いるのが面白いね、本当。いや、マジでまたこの床、この感じね。このちょっとすべすべした感じ。ちょっと滑る。いや、ちょっと待って、すげえ複雑な感情だな。いや、ちょっとじゃあ、ちょっと話しますか、いろいろ。はい。え、見て、あ、キッチン。キッチン。だってキッチンでご飯作ってたじゃん。うわぁ、ちょっと待って、え、この炊飯器使ってんの？あ、そう、プロのが良くて、はいはいはい、同じの買っちゃった。うわ、ちょっと待って、懐かしい、このディスポーザー。ここでさ、あれだよ、楽しみ。ここでやってたんだよ。ちょっと持っていただけようか。はい、うわ、ちょっと待って、やばい、一気に降りてきた。一気に4年前の記憶がやばいわ。はい。何やれって。いや、ちょっと久々に見たいな。換気扇来てね。いいよ。これも手慣れてんだよね、もう。知らぬ間に手が、はい、じゃあ楽しみ。はい、はい、いや、そわそわするから、ちょっと待って、ね、筋肉パンティじゃん。いや、ちょっとそれ言わないでよ。やれるかなと思って。はい、じゃあ、はい、筋肉パンティ、イエイ。どうも、元女房です。旦那さんです。久々っすね。いや、めっちゃ久々です。まさかまたレイナさんと撮ると思わなかったわ。確かに。まあ親同士が仲いいから、うんうんうん、まあ、連絡取って間接的に聞くことあったけど、うん、いや、まさか。じゃ、だから俺ね、ちょっと何喋るかテンパると思ったからメモしてきたわ。ありがとう。はい。じゃあちょっと、まあ、聞きたいかなっていうのもあるから、はい、別れてから どうでしたか。3年ぐらい経ったよ、ね。まあ、離婚してってことですけど、うん、そう、俺が結婚発表をちょっと実はしてたってやつで、うん、ちょっと話題になってんの。ね、でもそこを撮らなかったから、はい、動画。いや、そうなんです。だから、こうやって会うのマジで、運命的な感じなんだけど。ね、人生変わったかって言ったらめちゃめちゃ変わりましたね。うん、え、嘘？どういう風に変わった？だってさ、うん、マジで7年も一緒にいたからさ、うん、いや、俺の個人的な感情だと、うん、いや、別れずにもう死ぬまで一緒だと思ったから。うん、だから その未来がさ、なくなったからさ、こういう未来あるんだっていう俺は感情だった。違うルート、なんか違う、もう一周して人生がまたリスタートされたなみたいな、そういう感覚。まあ確かにそれは一緒かも。うん、なんか新しい人生に なったんだなっていう。そこから元気してたの、レイナさんは。めちゃめちゃ元気でした。めちゃめちゃ元気でした。分かる。めちゃめちゃ元気。相変わらず稼いで。まあ稼いで、そうですね、ビジネスはどんどんでかくなって、うん、まあやっぱ仕事が好きだから、まあそれがあって離れたっていうのもあるし、はい、まあそうだよね、うん、え、つかさ、そのレイナさんとさ、うん、めちゃくちゃ喧嘩してた記憶があるんだよ。喧嘩してましたね。ねえ、だって若かったよね、うん、まあ何かしら仕事で喧嘩してたけど、いや俺今さ、うん、マジで記憶ないんだよ。嘘。その喧嘩してた、でも私も何で喧嘩してたか
かんない。だから嫌なイメージがマジで嫌なイメージってないけど別に、うんうんうん、そのほら喧嘩しだからさムカつくみたいなのあったじゃん、はい、それが一切さないんだよね。あーでも今いやなんか覚えてんのかなと思って。いやでも覚えなんかいい思い出しかないけど、あやっぱ一緒に頑張ってきたんだって、うん、同志みたいな感じさ。理由とか聞く未だに聞かれるからさ、うん、ちょっとここでなんで別れたかさ、うん、ってもう一回整理して伝えたいなと思って、はい、だから、うん、喧嘩別れじゃなかったと思う。嫌いになって別れるとかじゃない、うん、全然。えなんで別れたんだっけ、なんで離婚したんだっけ。本当にでも全部記憶なくなってるの。うん、でレイナさんがそのさ結婚の肩書きが嫌だとか言ってなかった。私が奥さんになったからこれから子育てして、うん、なんか一般の奥さんみたいな生活するの私マジ肩が重いとか言ってそれも言ってなかったっけ。言ってない。え言ってた言ってた。嘘。えそれで、うん、えマジで今でもその離婚届離婚届行ってくるわっつってプロいいっつって、いやいいよ別にっつって、一人でさ市役所行ってさマジ解放されたっつって喜んでたじゃんそれは絶対違うと思う。いやいやいや、そうだったよ。嘘。いやいい意味でね、だからそうやって解放されてんだったらよかったと思ってその当時は。えじゃあ私の方が抜けてんのかな。うん、いやマジでそれだったから、なんか多分いい思い出に書き換えられたのかな。うん、だから人間って面白いよね、うん、だから俺は本当にこの距離がやっぱ一番合うんだなと思った、うんうん、なんか最初ビジネスパートナーだったじゃん、うん、確かに。お互い5万でしょ月最初。えそう5万円をで俺も12万だったからね。懐かしい、なんか本当西新宿のさはいとこで出会ってはいお互い登っていこうっていう話で。そうですよ。で結婚してね、本当だよね。でそして離婚してまたこれですよめっちゃおもろい。でも今でも好き、あの本当に人として、うん、はい、だから絶対嫌いになることはないです。いやありがとうございますね。じゃあちょっといいですか質問。でもさ動画の間の取り方とかさやっぱ話すと、うん、なんかわかる。何が こっちが喋るとあ、はい、今は静かにしようとかここの間を開けようとかなんかやっぱり思い出す。そういや俺もねこのレイナさんと仕事するってなって、うん、これ自分の過去の動画をさ最近見始めたの、うん、これ筋肉パンティーチャンネル、はいはい、カップルチャンネルみたいになってたじゃん、うん、いや当時は、うん、レイナさんもっと面白くしてよみたいなさ、うん、もっとなんか面白いリアクションしてよと思ったの。なんかちょっとレイナってぶりっ子っていうかさ、うん、可愛らしいじゃんって思ってたけど今見るとマジで面白かった。他にマジで面白かった。何何スッと行くの君。いやスッと行ったこれ今君だろつぶさまなやっぱそれ二人でね作り上げた空間みたいなあるよね。いや本当にでまあなんだちょっと最後になるかもしれないからさああそうだよ言いたいこと言っとこうと思って、うん、だから普段はさ俺言えてなかったから結婚した時とか付き合った時とか結構亭主関白じゃん怖いな。いや、全然ほらレイナさんってさほらやっぱさ、はい、なんか未だにさ別れた方が良かったとかあの女みたいなさいやあんまいいイメージないの。いや本当に好感度ゼロだと思う。好感度があんまない。やっぱプロタンが良すぎて。いやそう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 。いやだけどちょっと伝えときたいなと思って、まあ実はねその俺が病気した時、うん、まあ 2,3 年前ぐらいかでフィジークで優勝したじゃん。もうあれ俺もう YouTube 人生でもう集大成だと思ってるな。あの動画あれ以上の動画も出せないし、もうこれ以上俺の中でいい意味で悪く捉えないでほしいんですけど、あれで YouTube 終わってんですよ、うんうんうん、あれ以上の動画出せないからもうあれは俺の全てだから、うん、っていう中でマジでたまたまレイナさんが救ってくれたの。わー一緒にあの病気してもうなんかもうおえつがやばくて寒気もやばくて、ね、大学病院で一人でマジで号泣してる時にその離婚した時だよね、うん、でたまたまマジで LINE 来て、うん、まあその、まあ、全然なんか一緒にいていいよみたいな感じだったんで、そう家呼んだよね。そう家呼んで、そう一緒に住んでたんだその人。そう俺をいたわって構ってくれてたとでもなんかいろんなとこ行って楽しかったけどね。はい、だあれがちょっとありがとうございました。いえいえ、ちょっとあれで本当に救われてまして、いやマジでどうなったか怖い、うん、であのタイミングでだからやっぱありがたいなと思って、うん、でそれをちょっと素直に伝えられなかったんだよね。いえいえ、ありがとうございました。いややっぱで、うん、でよく俺が言ってるね、今日生きただけで合格点っていう、今日一日生きれただけで合格点と、うん、あれまるで俺が
生み出したからの言葉なんですけど、レイラさんなんです。私がいつもプロに言ってた言葉を、はい、はい、それを動画の最後で、ね、あたかも俺が皆さんに届けみたいな。いやでもそれはもう響いたから、まあよかった。いやそういう人間なんだよね。やっぱそっからの元気になって、うん、じゃあ元気になったからやっぱりお互いまた違う方向を向いてお別れだねって、またその時のお別れが来たんですよ、うん、やっぱ離婚してても、あやっぱ違う道を歩くんだなって思いながら応援してました、はい、背中を見て。いやそうなんだよね。だからいや面白いなと思って今マジでね、何喋っていいかでもめっちゃ楽しいです。ありがとうございます。ほんまにやっぱプロ、今までこう出会ってきた人の中で、うん、まあ、いろんな人に言ってるんだけど、プロさんが一番人生で出会った中で面白いっていうのは、はい、マジで変わってなくて、ありがとうございます。本当に面白い。ありがとうございます。いやだからまあ失って気づくってやつですよいや俺は失って気づいた、うん、こちらこそ人生を変えてくれて、はい、ありがとう。いやこちらこそ人生変えてくれてありがとういい方に進んだよね一緒に。あの時の出会いがなかったら今の自分はないので、うん、え感動しちゃう、なんか感動ちょっと待って確かに、はい、うん確かに本当にそうですね、はい、まあ確かにまあいろいろちょっと思い出すわ送ると。そうだね、やばいな、ちょっと泣きそうになってます。わかる、泣きそう、やめて、マジで。もう大丈夫大丈夫、マジで泣かないの、俺ももらい泣きするから。オッケー、じゃやめてください。ほんとやめて、はい、ほんとやめて。離婚もしてるのに、離婚泣いてて2人でいい思い出だったね。じゃあまあ、レイナさんはし、まああれが幸せならいいや。はい、今年いくつだっけ。29になります。29、うん、じゃあ出会って9年だったんだ。そうだよ、やばいね。やばやばいやまあいろいろ裏切りとかもさ、うん、仕事とかさ、はい、まあいろいろある中でさ、うん、一番離れるものじゃん恋人って。うん確かに。それがまだ未だに続いてるってマジでなんか不思議だなってマジで思う、うん、なんでだろうね、すごいよね。うん、なんでだろう。で本当の真のビジネスパートナーだったんじゃない。ああ、じゃあちょっとまあポップな話題にしよう。はい、お願いします。レイナさん好きな人とかいるんですか。あ、彼氏彼女。今は結婚してます。え結婚、再婚しました。え嘘でしょ。いや本当に、あ、そうか、どこにも言ってないよこれ待ってそうっす、あ、どこにも出してないマジでこれ、どうしよう。ん、え、結婚してんの今。そう、再婚しました。マジで。誰、有名な人。いや、ほんと一般の人です。え、じゃあ今この家も共有して。今いる、ベッドルームに。いや、マジカオスね。カオス、ちょっと、え、まあ、いいのおいおいおい、芝並みにカオスね。マジで、そうだよね本当にやっぱそういうとこがダメなのかな。ちょっとやばい、まあ YouTube らしいわ。まあこれだわと思う。が来るよって言って、うん、全然いいよって言ってる。マジかよ。ありのままの自分を出すんだったら再婚してました。再婚しました、最近1年前ぐらい。そうか、はい、なんで。いや、おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。まあ素敵な人に出会ったんだね。いや、うん、もう本当に本当に素敵な人に出会った。いや、プロも素敵よ、うん、でも自分が仕事じゃない部分、うん、でなんかこの人と生きていきたいって思った人がいて、そんな人が現れました。おめでとう。ありがとうございます。めちゃめちゃね、本当幸せです。うん、まあだから面白いね。だからそれってさ、やっぱりさ、うん、俺があったからそれ見極められたってことでしょ、うん、あ、本当にそうだと思う。なんかで、その俺が全くいなくて今の人とかだったら、うん、また違ったかもしれない、ね、違う人を選んでると思う。そう、その人に褒められたくて仕事をめちゃめちゃ頑張れるっていう、はい、素敵だな。いい旦那さん見つかったね。旦那、ありがとうございます。めちゃめちゃいい旦那です、本当に世界一。まあそうやって巡り巡ると、うん、ちょっと待って、もう一回旦那いるの。
チャンネル呼ぼうか。ちょ、俺、どういう感情でこれ喋れば、俺多分記憶ないわ、これ。この撮影。すごいな、これ。ドラマでもないぞ。元旦那で断言なのが。二人この家に。おい、すごい、この動画、ちょっと。やばいって。で、まあ、ちょっと、うん、ちょ、もうやめとくわ。喋るの。そうだね、消えたわ。うん、はい。ってことで、じゃあ。もう一個隠してることがあって。何？いや、本当に、どこにも、誰にも言ってなくてまだ、プロにだけ言おうかな。じゃあ、じゃあ、こそこそ話でいい？はい。マジで？すごいね。すごいと思う。いや、まあ、ちょっとやば、考えられないと思う。考えられないわ、これすごいわ、これマジでなんか YouTube っぽいわ。いや、だから本当になんかそういうさ、中にいいんだろうね、こういうふうにさ、カオスじゃん、カオスを生み出す2人なんじゃない。じゃあこれ好評だったら、じゃあ次ちょっとそれいいですか、うん、じゃあそれを関わる動画。あ、いいよ。え、いいのかな、出しても。切られる。旦那さんはいい、全然。終わった後挨拶しに行こう。プロタン大好きだよ。一緒に動画見てるもん、いつもこのでかいスクリーンで。いや、寛大ないい旦那と出会ったってことで、人生は回り回って、うん、運命の人と出会うと。いや、本当に思います、はい。まあ、じゃあこんな感じで、はい、ちょ、感謝伝えて、うん、思い出話しようと思ったけど、うん、旦那がいるってちょっと、やめとくわ。ちょっと、はい、ちょっとやめときます、うん、はい、ありがとうございました。またよければちょっと撮影させてください。あ、もちろん。評価よかった、気になった人コメント見て。基本、うん、基本だって私好感度ほんと見ないから、うん、バットばっかついたらごめんね、マジでごめんね。いや、大丈夫です、まあ、よかったらじゃあ次お願いします。ってことでこんな感じで3年ぶりにあの元女房と会ったらもう旦那がいましたっていう、はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。Jellyla, Jellyla, Chico Chico. Jellyla, Jellyla, 18 King. This is my way, baby. Wait. I'm doing it. 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 I'm do